この時間はゲストを招きしています。本日東証グロース市場に新規上場した株式会社ティムス代表取締役社長若林拓郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速ですがティムス、どのような会社なのかご紹介いただけますでしょうか。はい、当社はですね、医薬品の開発を行っている、創薬型のバイオベンチャーでございまして、東京農工大学という国立の大学があるんですけども、そちらの研究室で発見されました、SMTP 化合物という化合物の、研究開発を行ってまいっております。SMTP 化合物というのは、黒カビからもともと取られた低分子の化合物なんですけども、もともと取られたものは、1種類の化合物なんですが、そこから作り方を工夫しまして、基本骨格が同じで、ちょっと性質が異なるという化合物を60種類ほど作っておりまして、そういったものの開発を行っている会社でございます。はい。黒カビ由来の化合物ということなんですけれども、はい、これはどんな効果が期待できるようなものなんでしょうか。はい、SMTP 化合物ですね、2つの、異なる作用基準を合わせ持っているというのが大きな特徴でございます。一つが血栓溶解、血栓を溶かす、それから、抗炎症、炎症を抑えるという、この2つの性質を一つの化合物が合わせ持っているというのが非常に大きな特徴でございます。はい。それでは、続きましてこちら現在のパイプラインということでご用意いただいています。はい、TMS007、008、009、これいずれも SMTP 化合物のファミリーに属する化合物でございます。007に関しましては急性期脳梗塞を対象とした開発を進めておりまして、これまでフェーズ1、フェーズ 2A ということで進めてまいっております。それからアメリカのバイオジェン社と提携をしたということになっております。それから008はですね、急性腎障害、それからがん悪液質を対象として現在非臨床の開発を進めておりまして、来期にですね、第1層フェーズ1の臨床試験に入りたいということで進めているということでございます。はい。現在臨床開発段階にあるのはこの007ということですね。はい、はい。こちらについてさらに教えていただけますでしょうか。はい。急性期脳梗塞という市場なんですけども、非常に重要な疾患なんですが、FDA が承認していてですね、世界各国で共通に使用されている薬というのが一つしかないという、そういった市場になっております。それから TPA というタンパク製剤なんですけども、もともと誰もが持っている TPA とタンパク質を、工業的に製造して、それを体内に投与するというものなんですが、市場規模でだいたい20億ドル強というような、売上規模になっているということでございます。で、先進各国で、共通に、使用されている唯一の薬なんですけども、脳梗塞患者全体の 10% 未満にしか使用されていないという特徴がございます。また使用制限がですね、いろいろとついておりまして、非常に重要なのが原則として発症から 4.5 時間以内に投与しないといけないという、投与可能時間帯が短いという、そういった特徴がございます。この今現在唯一承認されている治療薬が、そうですね、幅広く利用されていないということなんですけど、そうですね、これどういう理由があるんでしょうかね。はい、TPA というですね、医薬品は、脳梗塞の原因である血栓を取り除くという効果があるんですけども、一方でその脳出血をですね、引き起こしやすくするという、そういったデメリットがありまして、そういった意味で慎重に投与されていると、また、使用可能時間帯も絞られていると、そういったことになっております。これ真ん中のこちらですね。そうですね、はい。それに対しまして、はい、TMS007 なんですけども、血栓を溶かす効果はあるんですけども、出血を引き起こすリスクが小さいというふうに考えられております。はい。ですので、こちらのこう開発が今進んでいるということなんですね。はい、はい。それではその、開発治験の状況なんですけれども、はい、今どんなところなんでしょうか。はい、TMS007 の、前期第2相臨床試験、昨年終了したんですけれども、90名の、患者さんに、ご参加いただきまして、日本国内で臨床試験を行いました。でその結果なんですけども、まず有効性という観点では非常にいい結果を残したというふうに思っております。で特に我々ゴールドスタンダードエンドポイントというふうに呼んでますし、実際に広く呼ばれているんですけども、脳梗塞の臨床試験の有効性を、示す指標で最も重視されているものにおいて、
プラセボ群と比較して統計的に優位な有効性を達成したということが非常に特筆すべきことなんではないかなというふうに思っております。はい、好結果が出ているということなんですね。はいはい、続きまして、こちらが安全性ということなんですけれども、はい、これはどうなんでしょうか。はい、安全性、先ほどTPA の出血のリスクについて少しご説明申し上げましたけれども、大体症状の悪化を伴う脳出血の発生率というのが TPA を使うと 6% ぐらい上がるということが知られています。それに対して当社の臨床試験の結果では、そういった症状の悪化を伴う脳出血を発症した患者さんがゼロであったということで、非常に高い安全性を示唆する結果が得られたというふうに考えております。はい、それでは続きまして業績面についてお伺いしたいんですけれども、はいはい、こちらはどのような状況でしょうか。はい、当社はまだ開発中の創薬型バイオベンチャーでございますので、基本的には売上がない状況でここまで来ております。前期におきましてはバイジェンさんがですね、オプション行使ということでバイジェンさんからの一時金を受領しましたので、時給4600万円という数字になっておりますけれども、前期については黒字化しましたけれども、今期は、収益のを立てるという予想にはなっておりませんで、赤字という予想になっております。はい、前期は契約一時金の計上があったということなんですね。はい、今後この007の、動向によってということかと思うんですけれども、どういうふうに考えておけばいいでしょうか。はい、今後もですね、今後の開発はバイオジェンさん の責任と費用負担で行うということになっているんですけれども、次のマイルストーンとしてはバイジェンさんが第3層ですね、フェーズ3の臨床試験を開始して5例目の投与が完了したというタイミングで、当社が6000万ドルを受け取る権利が発生するということになっております。高校の段階ということですね。はい、はい、でその後ですね、またフェーズ3の結果が良ければ承認という可能性が出てくるわけですけども、承認に紐づいて最大で1億500万ドルという開発マイルストーン一時金のを受け取る可能性があるということでございます。はい、はい、でそれにプラスしまして、販売が開始されましたら、ロイヤリティとして売上高に対する、1桁台の後半から、10% 台前半の、ロイヤリティを受け取る権利が発生する可能性があると。それから販売マイルストーンとしまして、年間の販売額がある基準を超えますと、一時金として最大で1億7000万ドルを受け取ることができる可能性があるというようなことになっております。はい、これはなかなかこう時期いつなのかというのはなかなか難しいところですかね。そうですね、時期の明言はなかなか難しいというふうに思っております。はい、はい、承認に向けたこう開発動向、007の動向というのが当面こう左右するような、はい、状況が続くということでしょうかね。はい、そういうのを思っております。はい、ではここからさらに、御社の強みについて、ご紹介いただけますでしょうか。はい、当社はですね、2つほど大きな特徴があるというふうに思っております。まず1つはアメリカのバイオ企業のバイジェンさんと提携しましたけれども、日本のバイオベンチャーとしてグローバルに展開している海外の製薬会社と提携をしているという会社は実は意外と少なくてですね、当社はその一つであるというふうに考えております。それからもう一つ、大学で発見された化合物を、研究段階から、人での臨床開発まで持ってきて、で、ターゲットしている、疾患において、プルーフオブコンセプトを達成したということでございまして、製薬会社からもともと引き継いだとかですね、そういったもので人でのプルーフオブコンセプトを達成しているバイオベンチャーさんというのはあるんですけども、大学で発見された化合物を単独でここまで持ってきたというのはやはり非常に数が少ないというふうに思っておりまして、この2つの特徴を合わせ持っているというところが当社の強みじゃないかなというふうに思っております。はい、他にも国内外提携しているようなケースというのはあるでしょうか。当社としては今はないですね。それでは、今後についてもお伺いしたいんですけれども、はい、どんな展開、はい、想定されてますでしょうか。はい、まず次のパイプラインであります TMS-008 に注力していきたいというふうに思っておりまして、同じ SMTP 化合物なのである程度性質は把握しているつもりなんですけれども、急性腎障害、それからがん悪液質という2つの疾患に向けて今開発を進めているところです。この両方ともですね、非常に重要な疾患で あるんですけども十分な、効果がある医薬品というのがほとんどないということで、脳梗塞と近いような市場環境にあるかなというふうに思っております。はい、はい、
まあ、それからすみません、もう一つ追加で、はい、あとは、まあ、パイプラインに今載せてないというか、まあ、これからなんですけども、当社の先ほど申し上げたような強みを生かしてですね、日本の、まあ、日本に限らないんですが、アカデミアの、シーズをですね、まあ、権利を獲得して我々が、途中段階まで開発することによってグローバルな医薬品市場につなげていくということを、まあ、我々の経験と知識を生かしてですね、複数やっていきたいというふうに考えております。はい、こちら改めて、パイプラインということなんですけれども、はい、008、009、さらに、それ以外も、まあ、計画としてはお持ちだということなんですね。はい、はい、まあ、狙いとしては同じような形でこう今現在こう、まあ、有効なお薬が少ないというような、はい、そういうところ、はい、ということなんでしょうかね。はい、はい、分かりました。まあ、今回、まあ、上場ということなんですけれども、はい、この狙いとしては特にどういうことが大きいでしょうか。はい、まあ、007 の、 開発が、まあ、当社としては一段落した状況でございまして、まあ、008 の開発を進めていきたいということ、それから、今申し上げたようにですね、日本のアカデミア、研究者ですね、非常に素晴らしい研究をされている方たくさんいらっしゃるというふうに思っております。我々としてはその我々の経験を引き継い、うまくですね活用して、そういった素晴らしい研究を世界の医薬品市場につなげていくということを、これからチャレンジしていきたいというふうに思っておりまして、まあ、そのために資金であるとか、あるいは人材であるとかというものをより一つ高い段階でですね、達成していきたいというふうに考えておりまして、まあ、それが、上場の大きな理由というふうになっております。わかりました。はい、それでは、番組をご覧の、投資家視聴者の皆さんに向けて、はい、メッセージをお願いできますでしょうか。はい、当社の、ミッションですね、飽くなき探求心の挑戦で世界を変える薬を作るというふうに、なっておりますけれども、本当にこの通り我々で考えておりまして、まあ、世界中でまだいろんな疾患で、苦しんでおられる患者さんたくさんいらっしゃいますので、日本でまた日本に素晴らしい研究者の方たくさんいらっしゃいますので、ぜひですね、世界の医薬品市場に新しい素晴らしい薬を出していきたいと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、治療薬待ってる方というのも、大勢いらっしゃると思います。はい、はい、株価ですけれども、公開価格670円を大きく上回る919円で、はい、先ほど初値形成ということでした。高値930円までありまして、この時間は831円というところで推移しております。この時間はティムスの若林拓郎さんにお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。